皆さんこんにちは、マグハウスの田村です。今回は、お客様に実際に注文で建てていただいた、お宅の、ルームツアーを行います。よろしくお願いします。今回のお宅はですね、富山市の淡島町というところにあります。敷地面積が、約50坪、建物の方は、1階2階合わせた延べ床面積が約30坪のお宅になっております。割と富山では、コンパクトな土地にコンパクトな建物が建っている、住宅になります。はい、それでは早速中の方にご案内したいと思います。よろしくお願いします。ずっとこう外観ですけど、まずは玄関ですね。はい、非常に可愛い、建物の玄関になっております。ちょっとこう、お客様を迎え入れるようなですね、門型というかアーチ型の形をしております。白い、外壁に、一部木のドアを使ったり木の外壁を使ったりして、アクセントになっているかと思います。はい、こちらが玄関になります。はい、玄関入るとすぐにですね、大きな窓が目に入ってきます。そして天井から吊り下げられた、素敵なペンダントライトですね、そういったものが目に入ってきます。かなり広々としたゆとりのある玄関になってますね。はい、ご覧ください。非常に玄関の、土間のスペースも広く、この上がりかまちというんですけど、ここも少し斜めにすることによって、広さを演出するような設計になっております。で、玄関からリビングの方につながる扉はマグハウス得意の、木製の扉が入っております。今回は引き戸の扉になってますね。はい、それでは中の方に進んでいきます。はい、ずっと入ってきまして、はい、こちらがリビングの空間になります。はい、リビングダイニングキッチンは、約18畳の広さになってます。はい、空間としては決して広い空間ではないんですけど、こちらに見えます大きな窓ですねをアクセントにして、そしてダイニングやキッチンの方には天井に近いところに横長の窓を取ることによって光をたっぷりと取り込むような設計になっております。はい、でリビングの天井はこういった形で、天井を少し高くして、骨組みの木であります梁をですね、インテリアのアクセントとして見せるような、使い方をしております。今回は床材は無垢のですね、奈良の床材を使ってます。はい、非常に人気がある床材で、材質も割と硬くてですね、お手入れも非常にしやすくて、普段はもう掃除機だったりとかクイックルワイパーでお掃除をしていただければ大丈夫かなと思います。割と万能タイプということで、どんなインテリアにもマッチしやすい床材かなと思います。ソファーも結構大きなタイプで、このクッションがアクセントになってますね。はい、リビングの方は振り返るとこういう形ですね。はい、テレビを置く面はやっぱりここも壁面に木材を、貼ってまして、インテリアのアクセントに、しております。カーテンもですね、これは外国製の、カーテンになっておりまして、非常に柔らかい質感、素材感がありながらも、しっかりと実用性がある商品になっております。はい、でこちらがダイニングキッチンの方になりますね。はい、で先ほどご説明しましたように、割と住宅地密集地に建っておりますんで、こちらの南側の方もすぐ後ろに、隣のお家があったりとか、こちらは建物は建ってないんですが、畑があります。そういったところからですね、光は取り入れたいんですが、やはり視線、プライバシーというところが気になりますので、
天井付近に窓を取り付けて十分な採光を取りながらも視線をしっかりとシャットアウトしているというような設計になっております。ダイニングの方は一棟ですね、はい、こういった、柔らかい素材のペンダントライトが非常に空間のアクセントになっているかなと思います。はい、キッチンの方になります。キッチンはですね、まあ、対面式のキッチンになりますが、こちらのカウンターですね、これはマムハウス得意のモールテックスという素材を使っております。はい、下地は大工さんが木で作るんですが、表面にこの素材を縫ってありまして、非常に見た目もですね、面白い素材になっておりますが、機能性も十分ありまして、非常に強度が高くて割れにくいとか、水に強いとかっていう性質がありますんで、すごくおすすめの素材ではあります。はい、でキッチンも非常に広々としてます。換気扇の部分にはアクセントでこういった形ですね、ヘリンボー柄に白いタイルを貼ってあります。ワンポイントおしゃれですね。そしてキッチンの背面の収納スペース、これはもうかなり大容量です。左の方には冷蔵庫スペースがあるんですが、こちらの食器収納ですね、はい、十分たくさんの家電を持っておられても、並べることもできますし、一番右手の奥の方はゴミ箱スペースもしっかりと確保されてますので、使い勝手も非常に良く、かつデザイン性もすっきりしてるかなというふうに思います。はい、キッチンも非常にシンプルですね。木目の扉に人造大理石の、天板と、シンクの中も人造大理石で仕上げてありますので、隙間というかですね、境目がなく、とてもお手入れがしやすいような仕上げになっています。はい、コンロは、IH クッキングヒーターを採用しています。キッチンからの眺めはこういう形ですね。これがちょうど奥様とかの視線になると思いますけど、ちょうど目の前にですね、ダイニングテーブルもあったりとか、程よい距離でリビングなんかもありますんで、ご家族と会話を楽しみながら、またはテレビを見ながらお料理ができたりとかいうような形になっております。はい、そしてこちらですね、はい、細かい部分ですけど、こういった、スイッチ類ですね、リモコンとかを壁の中に埋め込んですっきりと、デザインをしております。ちょっとアクセントでこういった素敵な、ブラケット照明がついてます。はい、そしてこちらがですね、キッチンのすぐ横につながる扉なんですが、こちらを開けてみます。はい、はい、こちらの空間はランドリールームですね、洗濯物干しの専用のスペースになります。はい、上の方にはこういった形で物干しの金具がついておりまして、こちらに洗濯機を置いたり、左手の方にはですね、お手持ちのストックのですね、ボックスを置いていただいて、肌着とかタオル類を全部しまってしまうこともできます。そしてこちらの方には後ろの方にこう勝手口がありますので、キッチンですね、特に生ゴミ、夏場はやっぱり匂いとかが気になりますので、そういう時には屋外の方にさっと、一時ストックができるような設計になっております。はい、そしてこちらもですね、扉1枚で仕切ってあるんですが、隣が、はい、洗面所とお風呂のスペースになります。洗面所はやっぱりマムハウス得意の作り付けの洗面所です。はい、非常にすっきりとした1枚の大きな鏡に、アクセントでタイルですね、ここも、六角形ですかね、面白い形のタイルがアクセントで貼ってあります。下の方は収納スペースで、こういったカゴに入れてもらって、収納してもらうような、スタイルになっています。でお風呂はですね、今回非常に広いお風呂ですね。いわゆる 1.25 坪というサイズのお風呂になりますので、洗い場がすごくゆったりしてるかなと思います。はい、
まあ、お子さんと一緒にお風呂に入ったりとかしてても十分な広さがある設計になっております。はい、また空間は元に戻っていきます。こちらの洗面所からも直接ですね、こちらの、ダイニングとかリビングの空間にまた出ることができるような設計になっています。はい、そしてこちらの方ですね、ここは実はあの階段の下を一部利用してるんですが、ちょっとした書斎スペースといいますか、はい、なってますね。まあ、空間を、無駄なく使うということで、こういった形でスポットライトをつけてデスクをつけてやると、まあ、読書をしたりとか、パソコンをしたりとか、書き物をしたりとかっていうことができるようになってます。実はここの下がちょっとこういう掘り込みがありまして、分かりますでしょうか。はい、奥までありますね。ここはあの猫ちゃんのおトイレスペースということで活用される予定になっております。はい、でリビングからまた先ほどの玄関スペースの方に戻ってきますと、こちらにトイレの空間がございます。トイレもですね、非常にシンプルに作られています。床はこういった高級感があるんですけど、フローリングではなくて、まあ、水に強いフロアタイルという素材を貼ってあります。で手洗いの、機械があったりとか、こういった形でおトイレのお掃除用具ですね、そういったものを収納できるような棚も作り付けになっております。はい、今回はこういった形でペンダントライトでちょっと雰囲気のあるトイレの空間を演出しております。またぐるっと回りまして、これ先ほどの玄関の空間ですね。こちらから見てもまた非常にすっきりとした空間になっているかと思います。やはりあの窓が非常に大きくて印象的ですね。はい、では最後ちょっと2階の空間に行ってみたいと思います。リビングの方にもこういった形で扉がついてます。これは春夏秋は開け放すんですが、冬場はやはりこちら階段がありますんで、冷暖房、特に暖房の効率ですね、それを妨げないように引き込み戸をつけておりますんで、冬場だけはしっかりと、1階におられるときは、扉を閉めていただければ高さも逃げないかなというふうに思います。はい、それでは2階の方行きます。はい、ぐるっとこう階段を上がっていきます。非常に明るい空間が見えてきました。2階はですね、床材が変わりました。こちらはパインの無垢の床材になります。非常にこう節が味わいのある素材になってます。はい、でこちらがまた広々とした空間が見えてきました。はい、実際はここはあの寝室になるんですが、かなり広い空間になりますんで、まあ、ベッドを置いてもらうだけではなくて、こういった形でですね、ちょっとしたセカンドリビング的な形で使っていただくのもいいかなと思います。こちらもこういったペンダントライトがありますし、こういうふうに本当に椅子とオットマンのセットを置いておくと、こちらの大きな窓ですね。はい、すごくなんかこう優雅な気分になれるというかですね、ここで座りながらちょっとコーヒーを飲んだりとか読書をしたりするっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、寝室ですからこちらの方がウォークインクローゼットですね。はい、しっかりと収納も確保されております。はい、こちらはやっぱり季節物の布団収納なんかもありますので、こちらの中に収納していただくようなスタイルになっております。はい、今回のお宅はいかがでしたでしょうか。非常にコンパクトな設計にはなっているんですけど、必要なものをしっかりとこう詰め込んで、あるお宅になっております。素材もすごく、こだわりがあって、一つ一つのスペースのですね、使う素材とか空間とかいうことが十分に考えられたお家になっていると思います。はい、今回は富山市の淡島町にありますお宅をご案内させていただきました。
また次回、新しいですね、お宅が完成しましたら、ルームツアーご紹介していきたいと思っておりますので、ありがとうございました。よろしければ、マグハウスの、チャンネル登録ですね、もよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。